こんにちは、井上和香です。今回はショートドラマに挑戦しました。設定は昭和の時代、一人の少年から見た隣に住むお姉さんの役です。さあどうなることやら、お楽しみに。その他にも父親伝授の茶碗蒸し作りにチャレンジしたり、また「若メモリー」と題した過去の秘蔵ショットなどなど、盛りだくさんのコーナーでお送りします。若白書、最後まで楽しんでご覧ください。